こんにちは、高校野球 .com の栗崎です。今回は全国中学校軟式野球大会で準優勝に輝いた修光中等教育学校にお邪魔しております。ここ修光中等教育学校にはなんと140キロを超えるスーパー中学生が2人も在籍しているとのこと。その中で今回は最速147キロを誇る快速サウスポー笹倉瀬那投手のピッチングを紹介していきたいと思います。それでは早速笹倉投手の快速球をご覧ください。どうぞ。中学生とは思えないような素晴らしいボールでした。今年の春からは系列の仙台育英高校へと進学予定という笹倉投手。そんな笹倉投手に最後に高校野球に向けて意気込みを語っていただきました。どうぞ。仙台育英学園修光中等教育学校笹倉瀬那です。高校ではその二刀流として試合に出てその1年生から必要とされる選手になって、選手チーム全員の選手やその保護者の方から愛される選手になり、チームに必要とされる人間になって甲子園に出たと思います。応援よろしくお願いします。